ドペセイドンが救ってまいりますのは、先日私が参加してきました各世代のドリームマッチをね、実現させようという企画、白金山にてビエラ VS2009 年世界王者の草薙希乃さんとの、戦いをね、私してまいりましたので、そちらのね対戦を解説していきたいと思います。私が使っているのはオーロンゲ羽ばたく神、オーガポンゴリラナウラス鉄の貝などなっておりましてですね、まあ貝などか、まあ普通の技構成ですね。今回も透けてるんですけれども、てかいつもよりなんか透ける服をね見つけてしまったんですよ。めっちゃなんか透明度すごくない？これ今までで一番なんか綺麗に透けてんだけどっていう感じで、はい、こちらがね私の憧れの選手、2009年ドクロエンペで世界を取った草薙希乃選手、となっておりましてですね、パーティーが当時のドクロックエンペルと、そしてねボーマンダー、この3匹はね、まあ、そのまま続行で、残りのポケモンがね羽ばたく神、ウィンディ、オーガボンということで、新世代の、草薙パと、なっておりましてですね、こちらのパーティーと、戦っていくことになりましたわけなんですけれども、まあ草薙さんがね、まあ、ドクロエンペ使うっていうのは、まあ、ある程度予想はできた、ですが、私はね先日のランクバトルでめちゃくちゃ勝てた構築、を、まあ、一応ね穴とかを、まあ、見直した上で、まあ、ちょっとね、まあ、最後改良したっぽいやつをね持ち込んだというところで、まあ、連動的にはまあ間違いない、構築ね持ち込むことができたわけなんですけれども、はい、こちらですね両者一気に出てますけれども、はい、これねドクロックがねマジでやばい、炎テラス、しかも直帰なんですよね。なんかまあドクロックとか、まあどうせタスキでなんか適当にシャドーボールとかしてれば倒せるだろうと思っていたところですね、全く倒せないということでですね、これはめちゃくちゃピンチでございます。まあ僕のプランとしてはね、もうウーラオスとゴリランダがバケモンほど刺さっていないということで、ウーラオス本当に刺さってないんですよ。まあウィンディにはまあちょっと強いんですけど、羽ばたく神にもまあ強い可能性はあるんですけど、まあ、とにかくボーマンダゴツゴツメット、まあ、これ羽休めだしね、めちゃくちゃやばくて、貯水のオーガポンもやばいし、乾燥肌のドクロックもね、まあ、水技無効ですと。しかもね、しまいにはウィンディとか羽ばたく神もまあ照らさる水があるんで、もう余裕で受けられてしまうと。で、本視点ではこのね、鬼怒川アルカナがね解説入ってくれていて、そしてね、まあ、実況はガチャさんですね、昔からいらっしゃる方で、まあ、信頼できるということなんですけど、始まってまいりました。まあ元々ねオープンチーム制で、元々あの実数値とか以外お互いね知り得てる状態で、さっき見たスライドをお互い知ってる状態で始まるっていう感じなんで、まあ僕もね、まあ、ある程度、まあ、予想しつつやっていきたいと思っているんですけど、エンペルトなんかそんな刺さってないから出てこないかなとは思ってたんですが、残りの5体はどれが出てきてもおかしくないなと思っていましたね。まあウィンディとかボーマンダー、特にウィンディとか先発で来る可能性っていうのは結構あるかなっていうふうに、まあ思いつつ、はい、まあ、いきなり先発の威嚇と勝ち合わせたら嫌だから、先発物理アタッカーちょっとあんま出したくないんだけど、まあ、例えばオーガポンとかは、まあ、先発で出しても、まあ、ちょっとあんまり生きなさそうだなと、うん、なんか威嚇回されてしまうっていうところで、もっとね他の、まあ、あんまり威嚇入れられても、まあ、とりあえず耐えることができる、カイナとかね、まあ、先発候補かな。とりあえずオーロンゲでデンジャーはめっちゃ負けそうだから、オーロンゲでデンジャー負けつつ、まあ、横に、まあ、簡単に死亡しない鉄のカイナ置いて、で羽ばたく神がいないとボーマンダ突破できないんで、めちゃくちゃ大事にして、最後ね、まあ、壁デンジャー展開からの、まあ、一気にねどんだけ不利でもゴリ寄せるオーガポン出して、まあ、これだね、まあ、ゴリラとウーラスが本当に出せる要素がないっていうところで、いやマジでねきついね。てかまあゴリラ10万馬力とかあっても別にドクロックに、まあ、出せるほどじゃないから、もう結局この4体しかないかなっていうところで、まあ、パーティー相性はねバカ振りバカ振りって感じですね。これ意外だったのがね、羽ばたく神がね挑発、まあ、ムーホシャドボっていうことだったので、素早さブーストだと思ってたんですけど、それがねかなり、まあ、僕としては、あ、まあ特攻ブーストだるいなという要素になってます。はい、まあ、ただこの先発だと、うん、まあ、素早さは本当にどうでもいいっていうところで、まあ、ここを上げられる方がだるいんですけど、まあ、あとはね羽ばたく神同士の対面になった時も、まあ、シャドーボールで一撃で倒されるようになっちゃうんですよね、特攻ブーストだと。はい、それがだるいと。でオーロンゲカイナは、まあ、ひとまず相手は鉄のカイナ猫しながらなんかしてくるだろうっていうところで、まあ、光の壁かなって思って選択していったんですけれども、さあ相手猫騙ししてないということで、これもダストシュートぶちかましてきてますよね。ダストシュート命中がね、80しかないんで、もう本当ぜひ避けていただきたいというこの場面なんですけれども、さあ鉄の回の特攻が下がってダストシュート決まっていく。これリフレクター張ってないから一撃でやられてもう絶望てかこれマジで最悪すぎる本当に。じゃあどうすればよかったのって話なんですけど、
まあドクロックに、まあ、猫魂はさすがにね、オーロンゲに猫魂されたら結構嫌なんですけど、まあ、相手もね一応ゴーストテラスの分かってるから、オーロンゲ猫ちょっとだけしにくいけど別にでき全然できる卓だしおかしくないから、ドクロックに猫魂はちょっとねあんましたくなくて、まあ、ヘビーボンバー一応通ってるからね、まあ、お互いここはまあ11交換なんで、まあ、やばいっちゃやばいけど、まあ、死ぬほどやばいかって言われたらそこまででもないんですけど、僕のねパーティーの役割としてはねめちゃくちゃやばいね本当に。まあ介入の枠が一番どうでもいいかなっていう枠になってて、はい、本当に出すだけって感じになってて、オーロンゲがいかに壁電磁波負けるかっていうところと、羽ばたく神がいかに死亡しないかっていうところで、そのプランが崩れた場合にオーガポンが研磨がめっちゃ通れば、まあ、巻き返せるかなって感じで、はい、まあ、重要ポジの、ね、オーロンゲがほぼ何もせず死亡してしまったっていうのが、まあ、僕としてはだいぶ、きついんですよね。さあここでウィンディ行きました。まあ、ここはね、まあ、威嚇、まあ、絶対来るだろうなと、思ってはいたんですが、まあ、神出しても別にね、いい感じにならないということで、まあ、やっぱメガネで守れないんで、まあ、素早さが入っているのもありますし、まあ、なんか削った後にね一掃できるプランの方が羽ばたく神はね輝いていくと思うんで、ここはまあオーガポンから行くしかないかなって感じで、まあ、行っております。はい、でドクロックがね、突撃直帰であることが分かってるんで守れないということで、まあ、ただね今ここオーガポンテラスルしないと、あの特性がね型破りのままだとドクロックに乾燥肌、っていうね炎タイプの威力が 1.25 倍で入るっていうデメリット特性に対してですね、型破りで逆にその僕の優位をなくしてしまうっていうところで、まあ、ここでねオーガポンがテラスルすれば型破りなくなる上に、まあ、攻撃上がる上に、さらにテラスルで炎技の威力が上がるってことで、さすがにここドクロックもうしばいていこうと思って、炎テラスほんとしてくるなよっていう感じになってます。でここ羽ばたく神出したら鉄のカイナに今鬼火して来られたらめっちゃ困るし、まあしてきてくれっていう、願いを込めて羽ばたく神を、とりあえず動かしております。さあここで、まあ、オーガポンがテラスタルしておりますけれども、ここでドクロックがテラスタルされなければ、まあ威嚇入れられたけどさすがに倒せるんじゃないかなと思っているんで、テラスタルしてくんなというところを願っております。さあウィンディーかドクロックがどっちかがテラスタルされたら、まあどっちかどっちかドクロックで絶望で画面が、ね、左上 B への方も絶望しておりますということで、いや炎強いね、フェアリーも半減するし、めっちゃきつい。しかも乾燥肌のおかげでね、炎テラスしても水は、はい、しっかりとね無効化されちまうんで、でダストシュート当てられていく。これダストシュートえぐないこれね。ここダストシュートカイナ方向ですか。まあ、なんかオーガポンがねダストシュートやっぱ抜群なんで、そっちにねダストシュートしながら、まあ、鬼火っていうのが一番やってほしかった行動にはなってくるんですけれども、まあ、一番最悪寄りの感じになってしまってますよね。一番大事な神が何もせず死亡してるってところで、まあカイナ居座ってて、雪崩もね結局オーガポンきついし、鬼火もきついしっていうところだったんですけれども、まあ、結果としては、まあ、一番きついですよね。まあ、雪崩打たれてしまったんでオーガポンがっていうところで、まあ、ダストオーガポン方向鬼火、まあ、全然ありえたので、今回ね僕オーガポンが防御に死ぬほど振ってる個体で、むしろね素早さと攻撃を一切振ってないんで、まあ、オーガポンにダストシュート打ってほしくて、なんなら外れてほしかったっていうところで、外れないんだっていうねまあ、雪崩ならね羽ばたく神耐えることができて、まだねバルトパンチとかを、誘発できれば、羽ばたく神をカイナに引いて、でそのうちにオーガポンが頑張ってみたいなこともね、まあ、できなくはないんで、ダストシュートがね、まあ、この試合で2連続で当たってて、しかもテラスタクも負けて、先発のあれも負けてと、これも全ターン読み分けてるね普通にまだリフレクター貼ってれば、まあ、ダストシュート耐えるっていうのがあったんですけど、まあ、耐えてもバレットパンチされるっていうところがあってね、ドクロック強いよね。バレットパンチはねオーロンゲの光の壁電磁波よりもね早く攻撃できて、しかも抜群ついてくるってところで、まあ全然オーロンゲがねテラスタルするっていうのも本当に視野に入っていく、まあ、マッチアップかなっていうところで、2戦目はねオーロンゲテラスタルしてあげようかなとか思ったりもするんですけどね、どうなりますかね。でもシャドーボール食らうんですよね、同じ出され方したら。はい、やばいんですよねそれが。まあいろいろね次の試合のことも考えつつ、まあ、この試合はさすがに研磨がバカ通ってもう無理かみたいな
ところで、まあ、一応ドクロック倒すためにツタコンボ打ったんですが、これも急所に入らないと。まあ、ツタコンボはね、急所に当たりやすい技なんで、まあ、8分の1の、ね、確率で急所に当たるということでですね、まあ、威嚇入れられてもね、それを無効化しつつ相手を一気に破壊できる、まあ、ポテンシャルを、ね、秘めた技ですので、はい、まあ、そこも期待したかったんですが、まあ、急所などは引けずというふうになっております。まあ、一応神ね、倒せてるのと、あとね、ドクロックもなんか、まあ、ワンチャン、うん、まあ、なんかご利用しきれるぐらいの HP にはなってるし、半分以下で、うん、あとはこっからエアスラ流星でね、ボーマンダが命中不安、そして相手の、ウィンディもブレドラがあるからね、何とも言えないんですけど、ブレドラは一応半減なんで、雪崩避けたりとか、まあ、なんかとりあえずなんか起こってくれというところで、まあ、ここは一応集中してほしいという願いを込めてニードルガード、してドレインパンチ。でも右上の草薙選手がガッツポーズしてますね。まあ、ここはもう本当に刈り取るプレイングというところでしょうか。さあ流星群を光の壁のおかげでね、もうカスみたいなダメージに抑えていきましたが、ここでねちょうど、フレアドライブで鉄のカイナーが倒されてしまうと。まあ、これはね、まあ、ほぼほぼ勝てなかったから、うん、ほぼほぼ勝てない中で、まあ、なんか逆転の筋を潰してくるタイプのプレイヤーかなっていう印象ありますよね。まあ、オープンチームシートなんで、まあ、カイナがね、あの、まあ、守るできないっていうことももう判明しちゃってるんで、まあ、カイナさえ倒せば数的有利で、まあ、なんとでもなるだろうっていうところで、まあ、そこをしっかりと疲れてしまったっていう感じなんですけど、まあ、僕側の勝ち筋としてはオーガポンがもうとりあえず集中してもらって、でそこからもうどんどん巻き返すためのアドバンテージを、ね、コツコツ稼いでいかないと、まあ、いけないっていう状況だったので、まあ、そこはね、まあもう仕方ないかなと、割り切りのプレイとなっているかなと思います。さあ2戦目見ていきましょう。さあ2戦目なんですけれども、ここはオーロンゲー、まあでもオーロンゲーね、てかもう残りの2体出す余地がないんですよね、ゴリラとウーラが。まあどうなんだろうね、100回ぐらい対戦したらウーラを出そうっていう気になったりするんかな。まるで刺さってないもんね。ゴツゴツメット食らう。ウィンディにワンチャン強いけどね。ドクロにも打点なくて、神にも超不利で。僕もね、テラスタル切りたいポケモン結構いるんで、まあ、オーガポンもね、まあ、羽ばたく神も全然切りたいですし、最悪ね。まあ、そこまで強くはないんですけど。まあ、オーロンゲにも切りたいと。まあ、このマッチアップだとやっぱりね、まあ、そんなにテラ、まあ、こいつにテラ切っとけば本当に安心感あるみたいなポケモンがあんまいなくて、いないね。うん。まあ、それもちょっとね、僕の構築、まあ、まあ、でもこの構築悪いわけじゃないけどね。まあ、普段なら全然効くんだけどね、テラスタルって当たり前に。特にウーラオスが結構、まあね、自ら毒になったらだいぶマッチアップ変わるんで、有利不利の。あの、それがね、活かせないっていう形で、まあ、ここはオーロンゲ、猫騙しとかね、してくれてもいいんだよっていうところで、猫ムンホとかも全然ありえるよねっていうことは考えてますかね。まあ、ただ相手の方がね、翼が多分自信ないだろうなとは思ってるんで、うん、相手特攻ブースなんで、まあ、公開情報として、うん、相手が翼負けてて、こっちの方が多分早いぐらいの認識でやってたんじゃないかなとは思うんですが、まあ、ここでね、相手にテラスタルされながら、ね、ムーンホース打たれたらともかくそうされない可能性もあるしなみたいな感じで、まあ、ひとまず、まあ、ここはね、あんまりいいプレイって感じでもないんですけどね、ドクロックにムーンホース。だからここでね、ドクロック方向がテラスタルってこんなことありえんのかっていう印象ですね。これ羽ばたく神、じゃあさすがに動いてないってことかみたいな。まあ、とりあえず守りながらダストシュートを羽ばたく神にして、倒せなくてもバレットパンチ打つみたいな。まあ、それだったらね、まあ、一応羽ばたく神にシャドーボー打たれるのを警戒、まあ、してる。まあさすがにそうかっていう感じで、まあ、守りながら、まあ、羽ばたく方向へのやつをケアしながら、まあ、ドクロックで殴られても、まあ、どっちでもいいよっていう感じに相手はなってますね。でムーンホース、はい、でここで、まあ、しっかりと、ね、直帰で、まあ、半減されて、まあ、ドクロックの、ね、テラスタルの切り方がマジうますぎる。ダストシュート耐えたけど、まあ、どうせバレットパンチで倒されるなと思いつつも、まあ、毒で、ね、もうバレットパンチ策にすらならないと、まあ、こいつ生きてたらマジで違うからね。まあ、マンダ倒すためにも
本当に HP1 でもいいから普通に欲しかったかもなっていうぐらいの展開ですね。はい、いや本当に羽ばたく神が死亡したんで、まあ威嚇の都合もあるんでね、オーロンゲの装備クラッシュでボーマンの突破なんてありえないんで、マジでオーガポンがいかに研磨するかっていう試合かなと思いつつも、まあ羽ばたく神も死亡したから、まあだいぶ瞬殺で負けかみたいなことを考えつつも、まあ、一応勝ち筋を左上のね、まあ、僕はまあ真面目に、まあ、追っているっていう感じですかね。さあここはオーガポン行くかカイナ行くかなんですけど、まあ、ここでオーガポン行ってもね、まあ、普通にダストシュート死亡するだけなんで、めちゃくちゃ麻痺とかね、もう入れて、まあ、最悪なんかもうソウルクラッシュで相手のポケモンをなんか縛りながら剣の前にするぐらいの盤面来ねえかなみたいな、まあ、願いも込めつつ、やっておりますということでですね、まあ、相手まあ言うてテラスタル切ってはいるんで、まあ、ヘビーボンバーでまあ羽ばたく神倒せるよなとは思いつつも、まあ、こんなとこで動いてこないんじゃないかっていうねところ、まあ、カイナも出てるんで、まあ、さすがになんか威嚇に引いてくるんじゃねみたいなことは考えてるんですが、まあ、引かれたとして引かれた先にもねデンジャー入れるの美味しいから、まあ羽ばたく神方向にデンジャーでいいかなとか考えたりしてるところですね。でドレインパンチして、まあね本来であればドクロックドレインパンチ半減なんですけど、まあ、一応回復もできるし等倍なんでドレインパンチ打ってと、でここでウィンディが来ましたと、まあ、これでデンジャー当たるのは全然ねまあ嬉しいかなと、まあ、こいつとかもね本当にしびれもうまくらしてですね、その隙にもうツタコンボ、ツタコンボじゃない剣の前してっていう狙いだったんですけど、さあボーマンダが来てねこっちも変えるんだと、ダブル威嚇来たと、これでオーロンゲもカイナもね結構機能停止寄りになってる上にデンジャーとしてゴーいやいやいや、ただでさえきついのに現状でダストシュート全当てでタクも全負けでデンジャーまで外してもこれもうさすがに泣きそうな感じとともに、このまま2本一気に取られたらね、これ白金山という企画のこの大取りだったんで、大取りといってもまあ3マッチしかなかったんですけど、1人ねポケソルの A0 さんがインフル かコロナかかかって来れなくなってしまったというところで、まあ、4マッチある予定がね3つだったんですけど、それの大取りだということでちょっと責任感と言いますか、責任感ってほどじゃないけどね、うん、なんか大会ねいい感じに締めたいっていうところも、まあ、ありつつ、まあ、ここ負けるわけにはいかないなと思いつつねやってます。ここなんかウィンディ全然ね守るかなっていうところも思いつつねやったんですけど、なんか通りましたね、まあ、なんかもう守られて当然ぐらいの感じで選びましたこの集中。あーオニビーこれきついな、オニビーきついな、本当にきつすぎて左上の僕も笑うしかない状態になってますね。ダブル威嚇でオニビーでマジでヤバすぎ笑った状態になってます。抜群でねカイナの攻撃力をもってしてこのダメージしか入らないというところなんですけれども、まあただねデンジャーは負けそうでオーロンギが全然死亡しないんで、まあそれに関してはまだね無限しびれ編入ればオーロンゲで勝てるかも、じゃあオーロンゲオーガポンで勝てるかもなみたいな感じですね。でここはもう本当にやけどのダメージで、まあ、自利品で僕が不利になっていくっていうのは、まあ、分かりつつあるんでドレインパンチで、うん、まあ、ウィンディを攻撃して、まあ、回復しつつダメージ当てて、でもただねやっぱドレインパンチ打ちまくってると全然羽ばたく神に交代されるっていうところで、羽ばたく神は来たら来たでね、まあ、オーガポンにとっては羽ばたく神の方がカモなんで、どちらかというと、うん、まあ、どちらかというとね、まあ、なので、まあ、羽ばたく神来たら来たで、まあ、いっかっていうのもありつつドレインパンチ一生押していく戦法で、やらせていただきまして、まあ、エアスラッシュ、ここのエアスラッシュね、まあ、本当にダメージよりひるみがきついっていうね、で相手がしびれていくと、でここエアスラッシュ食らったけどドレインパンチで、まあ、ダメージをね一応全然効かねえ全然効かねえマジでやばすぎるぐらい効かないけど、なんかね電磁波入れててもね追い風されてたらね上から動かれるっていうところで、まあボーマンダは
まあ、エアスラッシュのダメージはもうどうでもいいんですけど、普通にエアスラのひるみプラス火傷っていうのがじわじわと効いてきてしまうなっていうところは、まあ、ありつつ焦ってますね。で、まあ、一応壁はね、まあ、切らさないように適宜張り直したりとかも全然する必要がありますし、まあ、一応ね、電磁波し終わったんで、まあ、壁かみたいな感じですかね。はい。まあ、オーロン魚ね、引くにも引きにくいと言いますか、本当にドレインパンチでウィンディ倒せるタイミングでオーガポン出したろっていう風にね思ってたんですけど、まあ、ここでねやはり、まあ、適宜タイミング見て羽ばたかみが来ましたというところですね。はい、でリフレクター貼って、でも物理ポケモンがバカらいないと。でこいつもまひって、なんかめっちゃ苦しそうな顔してる草薙さんさあドレインパンチで、羽ばたく神を、まあ、無効化ですね。まあ、でもこれはまあ一応ね電池入るからね、まあやばいっちゃやばいけど、まあ、なんか本当に全然オーガポンがね全員まひして剣の前にしたら全然勝てんじゃないみたいな感じはしないんで、ここを守って当然かなぐらいの感じだったんですけど、まあ、とはいえボーマンダにねソウルクラッシュもしたくないし、まあ、一応ね、まあ、5つ目もらうからしたくないけど、まあ、得を下げれるから全然してもいっちゃいいんだけどね、 ボーマンダに。だここでデンジャーして、まあ、ここマジでひるんでくれと、しびれてくれと。お、ここでしびれるのマジで熱いですね。ここはシャドボとか、一番きついターンだったね、ここは多分。で流星群打って、多分集中してんだろうね、動き的に流星打つっていうことは、いやそれでもね、まあ、そんな変わんないけど多分、まあ、ムーンホー打ってと。で追い風が切れました。まあ、追い風切れたけど、まあ、マンダはねカイナで抜けるけど、まあ神はカイナで抜けないだろうなっていう感じになってて、本当にいつ出そうかなっていう、マジでいつオーガポン出そうかなっていうことだけを本当に考えてますが、まあ、ドクロックが来た時のことも考えて、カイナよりねロンゲの方が場にいた方が実は強いんじゃないかとかもう考えつつ、はい、まあ、ソウルクラッシュもね羽ばたく神当てれば一応特攻下げれて、はい、まあブーストエナジーもねもうないから特攻も別にそんな高くないっていうところで、ここ交代もありだなとか思いつつ、ソウルクラッシュとまだ一応ヘビーボンバーって感じですかね。でここでムーホー打たれるかなと思ったんだけど、ここで引かれて、まあ、出てきたのが、まあ、いつものね、まあ、ウィンディですか、ウィンディですということで、ヘビーボンバーはまあ意外とね、意外とゴリゴリに、全然効くね、これ急所だけど、なんならでもこのダメージ与えたやつよりお盆のが回復力が多いというところで、めちゃくちゃねなんか瞬殺されたみたいな展開になりつつも意外と粘っているビエル選手。ソウルクラッシュも威嚇入れられまくって本当にダメージがない状況で、ボーマンダがさすがに追い風で、まあ、これによって、まあ、上取られるっていう感じになってますね。でまたドレインパンチ打つんかって話なんですけども、さすがにもう威嚇どんだけ入れられんねん状態でさ、ちょっともうさすがに引きたいなみたいなところはだいぶあるけど、マジでいつオーガポン、マジいつだオーガポン、ここかビエル選手、ここかオーガポン降臨のタイミングは、壁もまだ大丈夫じゃないけど別に悪くない。光の壁が残り1、リフレクターは1はあるけど絶望のオーボン、略して絶ボン。まあまあまあ、でもまあ暇だからね、攻撃してるだけで、まあ、結局はオーガポンゲーなんで、まあ、そこまで関係ないかなっていうところで、いやここでカイナ威嚇入れられてるのもあるので、もうここでカイナ引いていっちゃいましょうというところで、ウイ、まあ、追い風のターンめっちゃ調整する必要があって、追い風切れたターンに、まあ、オーガポンが強い状態で残ってると、なんかまあマンダでも神でも何でも倒せるかなっていうところなんで、本当に追い風のターンとかをめっちゃ注目しながら、オーガポン降臨させていく必要があるっていうところで、さあここフレアドライブですね。でめちゃくちゃ入ると、これきつすぎだろっていうね話で、でここでソウルクラッシュ行って、ウィンディと、ここもね神方向に行ってたらめっちゃ美味しかったのにな。でもこれね言うてね、オーガポンが頑張ったらウッドホーンでね回復することもできるっていうところで、相手はねここで羽ばたく神倒されるの結構嫌がって、絶対ボーマンダ引いてくるだろうなとは
まあ、思ってる段階ですね。はい、やっぱ切れた壁は補強しつつ、まあ、両方動いて攻撃されん限りは耐えるから、まあ、片方ぐらい、まあ、麻痺ってもらって、で次のターンウッドホーンで、まあ、回復していければなっていう感じになってますね。雪崩、うん、まあ、シャドボって来たらもうさすがにもう負けでいいと、まあ、それでね、もう、まあ、それで勝てる試合じゃないからもう割り切りですよね。どれだけ細い糸を手繰っていくかというところで、まあ、ここは、まあ、ある程度予想通りで、まあ、威嚇ループっていう感じになりましたね。マジ威嚇って強すぎない、まあ、威嚇が存在する以上物理ポケモンってやっぱ虐げられてるな。さあウィンディも引いて、まあ、こういうドクロックなんですが、まあ、ここはまあいいですね、まあ、ウィンディの、まあ、威嚇入れられるより、まあ、雪崩で結構削られる方が僕としては結構きついんで、ここは剣の前で攻撃力を上げることに成功しましたと。でドクロックよりもオーガポンのが、まあ、直帰だしね、まあ、早いということで、まあまあなんか倒せないかな倒せないかなっていう感じです。半減だけど、はい、でまあデンジャーしながら、まあ、ここはニードルガードかな。いやでもな、ここもまたなんか威嚇で引くみたいなのもあるから、もう本当にまひらせながらもうやるしかないっていうのは結構ありますね。これニードルガードとかしてる場合じゃないと。でここでね、あの時間が黄色になったことによって僕の残り時間がないことにね、ここで気づきましたいやここよりもうちょっと前で気づいたっけ。なんかでも1分18秒とか変で気づいたような、なんか印象もあるな。まあでもとりあえず残り時間、制限時間がクソやばくなるまで気づきませんでしたね。さあドクロックが引いて、これでかいね。やっぱデンジャー受けるっていうところもあるんで、まあ、デンジャー受けないように、まあ、威嚇も入れつつっていうところでウィンディ、まあ、ここもまあ狙い通りか。ここでまあニードルガードとかしてたらね、まあまあ、また威嚇ループで結構いかれてたんですけど、いや本当に威嚇ループだな相手、まあ、安定といえば安定っていうところはありますけれども、さあ羽ばたく髪とウィンディで、まあ、追い風ももう全然ケアしなくていいぐらいのね、まあ、遅延ができておりますというところで、さらに剣の前、めちゃくちゃ剣の前で、ここからねもう大逆転始まりますよ。ここからもう全然希望出てきたでしょ。ここから追い風やんだからね。だからウッドホーンでここから回復することもできると。で壁もあって耐久ぶりだから、まあ、オーガポンは、まあ、片方の攻撃なら絶対耐えるから、まあ、片方ウッドホーンで倒しながら回復してっていうところを繰り返していくと、まあ、めっちゃ強いと。オーロンゲの攻撃マイナス5くそわれた。マイナス5はどんだけ低いねって感じだけど、まあ、ウッドホーンね、まあ、どっち狙うかって話なんですけど、羽ばたく髪が引いて、ここもマンダ、うん、まあ、やっぱ威嚇のポケモン引きたいだろうなっていうところも、まあ、コールしつつ、まあ、髪別に倒さなくても僕としては別に困んないんで、まあ、ウィンディの方向を狙ったと。まあ、髪のがねウッドホーンでより回復できるんで髪狙うと思ってたと思うんですが、ここでウッドホーンでしっかりとねウィンディ倒しながら、まあ、ノーダメでね回復までしていくというところで、めっちゃ回復してるめちゃくちゃ回復してるいやこうなったらねなかなか強いですよ。さあしかもなんか飛び火したソウルクラッシュで、まあ、抜群は別にそんなに美味しくないんですけど、いやでも美味しくないが嘘だな、うん、まあ、美味しくない嘘、まあ、得を下げたのが結構でかいか、うん、まあ、テラスできないんで、もうエアスラもねなんか抜群で入っちゃうし、うん、オーガポンに対して、まあ、そういう意味でも、まあ、全然ソウルクラッシュは美味しすぎてやばいぐらいの感じかなと思いますね、はい、で残りの相手の突破すべきポケモンが、ドクロックとボーマンドと羽ばたく神になったということで、まあ、威嚇ループがね一回もうしにくくなってるという状態でございます、はい、攻撃1段階しか上がってないから、これ倒せるのかと倒せるのか分かんねえと思いつつも、まあ、一旦猫魂か、うん、でここで電磁波と、まあむずいよね。まあ一応硬いからさ、防具振ってるからさ、ダストシュート、まあさすがにもうダストシュート当てすぎだから、もう当てないでくださいっていうところもありつつ、もうマンダまでしびれるというねアドで、ここでリフレクターがなくなってしまいます。相手も残り22秒しかないっていうところに、ね、僕気づいてなかった。普通にもう本当に自分で精一杯すぎてね、もう僕もねもうやばいから本当に1秒で選択してるしね、うん、やべえなって思いつつやってますね。さあリフレクター貼って、これでまあその最悪ダストシュートも耐えるぞというところでやりつつ、ツタコンボで、まあ、倒してほしいんだけど倒さないかなと思いつつ、倒せないとやっぱ硬いね、硬いねやっぱね。エアスラッシュで効果抜群だけどさすがにしびれてほしい。さあしびれていく
まあ、ここはね、しびれてほしい、さすがに。うん、もうここまで来たらしびれてほしいんだよね。うん。ザスシュート、さすがにでも HB、まあ多分 HB であるとは多分、まあバレてないんだけど、でも相手もね、硬いことには気づいてた、草薙さんも。うん。まあ、お互いね、変な配分のポケモンを使ってたっていう感じですかね。さあ、ツタコンボで、ここは、まあ、とりあえずドクロック倒しとけば、まあ、マンダは大丈夫と。マンダの攻撃は全然余裕なんで、まあ、ドクロック狙っとけばなんとかなるっていうところで、殴って、まさかのめちゃくちゃ、オーガポンの復讐。一番肝心なところでね、やっぱり痺れ引いてるっていうところで、まあ、残りの痺れはまあ、もうタイミングがいつでもいいんで、まあ、なんか10回に、まあ、2.5 回、痺れてくださいっていうだけ。でも、肝心なターンだけは本当に痺れてくださいっていうね。感じですかね。で、相手も残り2体で、もう僕は気づいてなかったけど、相手も残り2秒しかないけど、まあ、ここはまあ、マンダはもう別にどうでもいいから、神を殴って、倒せれば、まあ、こいつはもうどうにでもなると。まあ、集中砲火すれば、まあ、どうにでもなると。てか、なんなら2分あるんで、ここで、でオーガボンが突破されても、まあ、受け回してれば、まあ、全然、数的有利で、まあ、勝てるなっていう。まあ、マンダに、ね、どうせロンゲも突破されないから、ここで勝ったなって思ったんですけど、まさかの相手の時間がなくなったことにより、まあもう勝ちが確定していたっていうね、ちょっと気づかなかった普通に本当に。これ気づいてなかった。うん、ということで2戦目絶望の状況から勝って、まあなんか解説とかもね、すごい驚いてましたけど、まあ僕自身もね、まじ勝つんだみたいなところで、まあ、すごいびっくりしましたね、自分自身。あそこから入れる保険があったんですか。熱いね、すげえ勝負。まさかすぎる勝ち方、すごすぎると褒めていただいてますけれども、まあ、なんかすごいね、なんかツイッターとかでも反響が多い試合で、まあ、今回のなんかマッチアップの企画の中でも一番やばい試合だったと、まあ、結構ね、いろんな人から言われていたんで、まあ、それは嬉しかったですね、はい、ということなんですけれども、言うて不利であることに変わりなさすぎて、マジで3戦目本当にどうしようかなっていうところで、まあ、運命の3戦目見ていきますか。さあ最後の試合なんですけれども、まあ相手はもうね、同じ出し方してきてるから完全同じ出し方来るかなって思いつつも、僕が考えてるのはこれはね、神がまあ本当に一番大事で死んでほしくないんだけど、本当でも神でゴリ押すのは本当に簡単に勝てるやり方だなっていう、先発神は一番簡単に勝つか簡単に負けるかのゲームだなっていうところでですね、むしろ出し方を変えるっていうのもかなり考えてて、ロンゲはもう出さないことはないんだけど、本当にオーガポンとオーロンゲだけで勝ったじゃないですか、さっき言うて。それもあるんで、まあオーロンゲって先発向きのポケモンだと思うんですけど、 BO3 だとね、全然こういう出し方っていうのはかなりいいと思ってます。はい、オーロンゲがまあ、言うて後からね、まあ、受け出しで出していって、そこからデンジャーっていうのも全然できるし、まあ、相手のね、まあ、パーティー、うん、まあ、なんか全体的にめっちゃ効果力かって言われたら、まあ、結構抜群ついてこそみたいな、感じのね、ちまちま削るタイプの構築なんで、まあ、オーロンゲ全然受け出すっていう展開ができるっていうところで、特にウィンディとね、マンダに対してね。で、ここでね、本当に迷った、ここ、マジでね、僕の方が素晴らしい高いから、まあ、相手がね、神動くとしたら、エナジーボールをね、もう、ね、草寺切ったら相手はね、メガネなの分かってるから水照らしてきてってなるからさ、本当に草寺エナジーボールをね、羽ばたく神しようかなと思ったけど、まあとはいえね、相手の羽ばたく神結構守るも、まあ、そこそこ安定かなっていう風には、うん、思って、なんで守る安定かっていうと、僕のね、羽ばたく神の、まあ、ムーンホかシャドボか、まあ、テラスするか、うん、まあ、僕もね、草寺する選択肢が全然あるんで、その様子見って意味でも相手は全然守る価値あるかなって思ったんで、まあ、ここはちょっと、まあ分かんないんですけど、まあ、とりあえずテラスされて、まあ、ここでも絶望してますと、はい、シャドーボールも通れと思ってぶん投げたんですけど、テラスされされて、でもね、テラスされね、するとは思った、うん、守るかテラスするかだと思った、まあ、ドクロックもテラス切りすぎだし、多分相手的にもさすがにもうここは神に切ってくれたろうなって思ってたんですけど、まあ、ただここは、まあ、守るかテラスだと思ったのにシャドーボール打つなんて話なんですけどね、だからこれは本当に、本当にどうにでもなれと、マジで通れっていうところでしたけどね、まあ、ただとはいえ草テラは
草寺エナジーボールはちょっとないかな言うて、まあ、ドクロックもきつくなるから、まあこっちが草寺シャドボのが良かったような気はする。まあなんかダストシュートは別にそんなに怖くなくて、むしろ相手のシャドボプラスバレット耐えそうだから、まあ、草寺っていうのは結構、まあ、いい選択肢だと思ったんですが、もうマジでね、なんかいやこれは下手だったな普通に。あんまいい選択肢じゃなかったっぽいな。やっぱなんかもう困ったらなんかこういうねやっちゃえみたいな感じの行動を BO3 だとね、まあ、取ってしまうことも結構あると思うんですけど、まあ、それが通らなかったって感じですね。まあ、ただ言うてまだ全然、まあ、まだ全然あるなぐらいの感じありますね。やっぱ、オーロンゲが、まあ、神さえ倒せれば、ドクロックのダストシュートをデンジャーすれば避けるんで、絶対。避けないんだけど。現状、試合通してダストシュート避けてはないんだけど、まあ、デンジャーしたら理論上、まあ、ダストシュート避けるから、いや、でも、痺れた試合あったから、あれ実質避けか。っていうところでですね、まあ、ここはもうとりあえず剣の前をうまく通していくしかないなと思ってます。でここもねもうあえてテラスタルできないから、まあどっちみちオーガポンにテラスタル切る展開になるなと思ってるんで、ここはまあ漫談に交代されたけど、まあ、とりあえずテラスするかっていうところでテラスしたんですが、まあ、ここも通ってほしかったな。めっちゃここ通ってくれたら大きかったんだけどな、本当に大きかったんだけどな。ドクロックに炎技通ったら大きかったんだけどな、通してくれるわけないよねというところですね。いや通してくれるわけないよね。だからといってテラスせずに研磨か、いやテラスしながら研磨もまあ悪くないか、いやテラスしながら研磨も悪くない、いや悪いな、全然悪いな。シャドボーダスト、いやでも相手目線大箱に集中ってのは結構きついよな、あんましなさそうだから、まあ、そこ考えても割と研磨の方が良かったんかな。一応ダスト打たれた時の保険として炎テラして、まあどっちみち切るから別に炎テラ切ってもそんなに損って感じはなくて、で、まあ、研磨したらダスト食らっても耐えつつウッドホンでまあ回復展開も全然見込めるっていうところで、まあ、ただねマンダのね追い風がね強すぎる。追い風一回決められたらねもう抜けなくなるからこの展開でですね、ここでもう一角めっちゃ入れられてるから、まあ勝つためにはまあもう海難も別にあんま関係ないんで、オーガポンをまあ威嚇リセットしながらオーロンゲに交代して海難死亡して、で新品のオーガポンとオーロンゲでデンジャーしながらまあ研磨、まあ、これがまあうまく通ればまあなんか全然勝つ可能性あるなっていう感じはありますよね、っていうところなんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、今僕が言ってる通りになるかな。相手としてはここでね、まあ、すごいチャンスだと思うんで圧かけどころだと思うんで、追い風かな、まあ、でも流星はないか、まあ、やすらで、まあ、海難倒しながらできるだけ圧力かけるっていう意味合いですけど、ここで雪崩ですね。まあ、もともとオーガポンいたんで、はい。まあ、雪崩はいいんですけど、なんか攻撃全振りしてるらしいですね、ウィンディ。HA らしくて。僕のオーガポンは素早く振ってないけど、まあ、そういうのがね、早いっていうところで、まあ、お盆鬼火だから、HB、HD 系のやつなのかなと思ったんだけど、HA らしいということで、めちゃくちゃ火力あると。でね、この雪崩のダメージも結構痛いね。で、オーロンゲの到着がクソ遅いっていうことなんだけれども、まあ、ここも本当にね、通していくしかないから、まあ、オーガポン守ってオーロンゲデンジャーして相手が集中してくれてたらカキンカキンって守って、まあ、でも雪崩はねとりあえず流れ玉でオーロンゲに当たっちゃうから、まあ、そこは、まあ、デンジャーすることによって、まあ、一応オーロンゲ自体も、まあ、ダメージを無効化することもできるっていう意味合いも込めて、まあ、やっぱデンジ波をねまずはウィンディに押したいなと思いつつも、押したいなとは思ってる間違いなく。ここもね、まあ、動かしても、まあ、動かすのもありなんだけどね、相手 もガッツポーズしてるからね。いやでも相手のタイプ読むべきだったかもね。こういうねなんか有利な時に僕のなんかちゃんと刈り取ってきてるのは2戦目は逆に
すごいなんか慎重に立ち回ってきてたような気がするけど、1戦目とかもここ刈り取るプレイングしてるからね、ここエアサラされなきゃったらね、フレドラーならまあきついかというか、こうなだれじゃないっていうねところがもう本当に決めきるプレイングあるよな。もう1戦目のあれと同じだな全く。まあとはいえこれやられてる時点で、まあ結構、まあ正解のタクとしてはウィンディをまひらせながらオガモが剣舞、そしたらだからエアスラしかしてないターンになるから、いやーそれするしかなかったんだけど、まあでもそれはね、まあ別に何がミスとかもあんまないからね、オガポが守るか守んないかで、まあ結構本当に有利不利が変わるタクだったから、なんか珍しい体験だなこれ。本当にいつもならまあオガポ集中っていうか、まあ集中っていうのもあれだけど、まあ雪崩がね効率よく2体当たるから、まあ雪崩しながらエアスラもオガポンみたいなのがまあ無難ではあるから、やっぱデンジャーで痺れてっていうことも考えると、うん、まあここ読まれたらなんか新鮮な経験だったねっていうところで、まあここで剣舞するんですが、まあそうだよね、まあドクロックが来てるから、この猫追い風がマジ絶望なんですよね。さっきの段ね、ウィンディが急ってきてたらなんかまあデンジャーで痺れたら全然あるかなっていうところなんですけど、まあ、ウィンディが場からいなくなったことによって猫追い風ができる上に、もう全くね負け筋がないと、痺れることもないということで、まあ、ここはまあ守らない意味ないから、一応守って猫魂を守ってニードルガードで傷つけさせていくっていう感じなんですけど、まあ、そうですね、まあ、流星もヤスラも命中不安で、ドクロックはねまあ、ダストシュートもちろん命中不安で、ドレインパンチはね防御もめちゃくちゃ振ってるから全然耐えるってところで、いやーまあなんか避けたらいけるなみたいな、うん、避けたらマジでマジでマンダラ攻撃避けてドレインパンチ耐えたら回復しながら追い風もなんか適当になんか守ってガン回ししてたらなんかワンチャンいつの間にか勝つんじゃないかみたいなね。まあなんかマンダも特攻下がってるからウッドホーンの連打で全然勝てんじゃねみたいなところもありつつ、まあダストシュート打たれて当てられたらもうまあまあ負けだなぐらいの感じですかね、まあ、とりあえずもうどっちから回復させてもらうかを考えつつ、まずエアスラ避けない、もうこれはビビったるダメージだけど、いやここもね残りのダメージドレインパンチは多分耐えてるな HB だから。いやでもここでしっかりとダストシュート当てられて負けてしまいました。いや本当にね3戦通してねテラスタルがうまい、もう全部じゃない、1戦目もそうだし2戦目もそうだしね、もうドクロックのテラスタル2戦うまく決められて、3戦目はもう羽ばたく神のね違うわ、うん、羽ばたく神のテラスでシャドーボール耐えられてということでですね、本当にそれがきつかったし、立ち回りもねうまいよね。うん、昔鬼怒川とね草薙さんが対戦してた時もそうだけど、割と全部の策見えた上で、まあ、なんか強者読みみたいなのしてしっかり通して圧勝みたいな、いや圧勝ではなかったか、いやまあすごいねなんか鋭い読みを通して、まあ、勝ちっていう、そのなんか本当に草薙さんらしい、うん、立ち回りっていう、ね、印象を受けたんですけれども、いや通されたね、うん、いやマジで、まあ、悔しい以上にまあ、やっぱり、まあ、僕がね尊敬してる草薙さんがこんなにも強いっていうところに、まあ、本当に嬉しさを感じましたね間違いなく、うん、僕は本当に、まあ、草薙さんとかモルクさんの、まあ、2007、2009、まあ、その付近の、まあ、2007はもう僕まだ始めてなかったんで、まあ、2009始めたんで、はい、まあ、草薙さんとモルクさんの動画見て、本当にこんなすごい世界の本当にポケモンシーンがあるんだっていうところでですね、まあ、僕もこういうね結果を残したいというか、なんかこういう舞台でなんかわーいみたいなしたいっていうのがね、まあ、すごい、まあ、目標になってたというところでですね、まあ、世界優勝なさった後は、まあ、しばらくポケモンもね、まあ、そこまで、まあ、プレイを、まあ、真剣にはしてなかったっぽいんで草薙さん、はい、まあ、ただやっぱ最近復帰して、まあ、練習してるっていうのがもう本当に感じられましたよね。優勝して一時期離れてたけど今またこんなにも強くて、最新世代のねこのテラステルっていうシステムですよ、テラスタルっていうシステムをこんなにもうまく使いこなしてるっていうのがいいんだよね、いいポイントだなっていう風に思いました、はい、ということで、まあ、対戦できて本当に光栄でしたが悔しさもある、
ドクロック対策をねもっとすればよかった。まあ、言うなれば炎を照らす耐久ドクロックの対策をしないといけなかった。そこはまず浅かったな。まあ、ドクロックって本当にマジ冒頭でも言ったけど耐久別ないから、まあ、ご利用してればいけるっていうイメージだったので、まあ、そこがね本当にダメだったね。うん、まあ、あとダストシュートが本当にオーロンギに対して強すぎる。オーガポンにもゴリラにも強すぎるということで、はい、まあ、今回以上となります。はい、まあ、大体まあいろいろ話せたと思うんで満足です。ということでね、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。草薙選手のね試合を解説した動画も概要欄に貼ってますんで、2009年の決勝ですね、ぜひ見ていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。